藤沢烈は、日本の社会起業家、経営コンサルタント、一般社団法人、RCF 代表理事、新公益連盟事務局長、J リーグ理事、内閣官房参事官補佐、文部科学省教育復興支援委員、復興庁政策調査官、東京大学大学院情報学官ベネッセ先端、教育技術学講座フェロ等を歴任、G1 解剖ソーシャルアワード、 若者緑対象ユースリーダー支援賞受賞。京都府生まれ。後、千葉県に転居。1994年、改正中学校、高等学校を卒業。1994年、一橋大学社会学部入学。1997年から2000年まで大学を休学し、王子でレストランバーサロン、キツネの木を運営するが、経営に失敗し、 2001年に大学を卒業した後は経営を学ぶため大学でインターンシップの募集をしていたマッキンゼーカンパニーのコンサルタントとなる在職中鴨のノプロジェクト設立を支援2003年特定非営利活動法人にエティックの地域活性化プロジェクトを手伝うために退社し経営コンサルタントとして独立同年竹橋に株式会社カスケードを 共同設立、同社代表取締役社長。2006年、株式会社カスケードから分社する形で株式会社 RCF を設立し、同社代表取締役社長。東日本大震災発生後、社会事業コーディネーターとして、社会課題解決事業に携わり、約50のプロジェクトを手掛ける。内閣官房震災ボランティア連携室産時間 ごさざい職中の2011年10月に一般社団法人 RCF 復興支援チームを設立。2012年に復興庁が設立されると同庁政策調査官に就任。2016年、駒崎博樹が代表理事を務める新公益連盟の理事に小沼大地、白井智子と共に就任し、事務局を RCF 内に設置、事務局長兼務。 同年 G1 解剖ソーシャルアワード2016社会企業家部門及び第8回若者力体小ユースリーダー支援賞個人部門受賞一新塾講師この間文部科学省教育復興支援委員総務省 ICT 地域活性化懇談会構成委員総務省地域力創造アドバイザー 総務省災害時等の情報伝達の共通基盤のあり方に関する研究会員、福島県東日本大震災、原子力災害アーカイブ拠点施設、有識者会議員、仙台市国家戦略特別区域会議、有識者メンバー、一般財団法人、解剖インパクト投資、アドバイザリーボードメンバー、復興庁、新しい東北復興、創生検証選定委員、 国土交通省まちづくり活動の担い手の有り方検討会委員2020年以降の経済財政構想省委員会オブザーバー東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会成果リレー検討委員会委員休眠預金未来構想プラットフォームメンバー釜石地方創生アドバイザー特定非営利活動法人エティックフェロー特定非営利活動法人 ISL フェロー 東京大学大学院情報学カンベネッセ先端、教育技術学講座フェロー、株式会社コネクティ監査役等を歴任し、企業の経営顧問や、社外取締役も務める。2019年12月27日、企業版ふるさと納税の実行プロジェクト設計と、運営活用、伴走支援を開始。2020年公益社団法人日本、プロサッカーリーグ理事。 一般社団法人パブリックアフェアーズジャパンアドバイザー、ありがとうございます。